能島教授、時間です。おう、おはよう諸君。私が教授の能島だよ。そしてこちらが。私は、マルチナ・ナブラチロワ、このコーナーの助手を務めさせていただきます。教授、本日もよろしくお願いします。うん。人の出会い、別れ、一期一会ってのは、興味深いもんじゃな。どうしたんですか、いきなり。うん、今日はね、そんな気分になる本だったんだ。対談本だね。教授は、結構、人の話聞くの好きですもんね。そうそう、そうじゃな。人の話には必ず学びというものがあるもんだからね。いつも私の話を適当に切り上げるのは学びがないからですか？いやいや、別に適当に切り上げてなんか。あ、じゃあ今日は思う存分喋ってごらん。ほら、どうぞ。山の弱かよ。はい、今週君らが読むべき本紹介しよう。こちらだ。斉藤ひとり、人間力。この本のね、面白いのは、これ、元歌舞伎町ナンバーワンホストの信長さんが、納税日本一の斉藤ひとりさんと出会って、対談をしているという中身の本だっていうところだね。まずそれが面白いよ。それではこの本の中から3つの気づき行ってみましょう。これからは、役立つことを簡単に書いたものしか売れなくなる。スピードの時代だから。確かにそうかもしれんね。ネット時代に入ってどんどん情報は溢れてくるし、時間がかけられないと感じている人は多い。そういう時はね、難しい言葉とか役に立たない知識がこぼれ落ちていってしまうね。まあこれも時流ということだな。続いてこちら。自分が自分の人生の舵を握っていることに気づかないとダメ。ね。本当の自立っていうのはそういうことだね。精神的にこう大人になるということのさらに先に自分が人生の舵を握るという概念があるんじゃないかと私は思うよ。人生の真ん中辺までは、まあ人生80年なら40ぐらいまでにはそこのところに気づきたいもんだな。では続いて。ただその笑顔に会いたくなっちゃう。プロの笑顔。プロの笑顔。笑顔のプロというのをちょっと考えてみるっていうのは、自分はまあそういうの素人ですからと思ってる人にとっても大事だと思うよ。まあ例えば自分は接客とかやりませんからとかそうじゃなくてね。一度鏡を見ながら自分の笑顔ってどんな感じの笑顔なんだろうかと確認してみることから始めてみてはいかがでしょうか。なるほど。教授、ありがとうございました。今週ご紹介いただいたおすすめ本は、斉藤ひとり、人間力でした。それでは皆様、また来週もお楽しみに。ではまた来週。チャンネル登録もよろしくお願いします。